どこに気持ちが引っかかっているんだ。大した問題じゃなきゃいいけれど、旅が始まった。やっと始まったって、今でしか味わえない幸せをもっとかみしめてください。トンガヌクアロファより報告2005年12月14日6時35分2005年12月14日水曜日午後3時19分2005年12月11日日曜日は朝から賛美歌が鳴り響く。みんな教会に行って街は静かになる。お腹が空いて困ったので、中華レストランに入った。牛肉の焼きそばを食べた。11時。午後は一日中釣りにはまってしまった。6匹ぐらい釣れた。3種類。逃がした子供たちが飛び込んで遊んでいた。アンジェリーゲストハウスに宿泊した。12月12日、エウは南の島に行った。豚と鶏が野放しになっている田舎の島。スーザンゲストハウスで2泊することにした。南へ歩くと住宅街が広がり、子供たちが話しかけてくる。西側にビーチがあって行くことにした。深いジャングルがあって迷いそうになった。20分歩いてきれいなビーチに着いた。日が沈みそうで沈みそうだったので引き返した。宿の近くでスイカを買って宿で食べた。おいしかった。12月13日ツアーに参加した。東側の崖の上から海が見晴らせた。きれいだった。眼下にはジャングルが広がっている。野生の植物、大きなシダや白い花やヤシの木、野生の動物とベナイトチがいた。野生の動物とベナイトチがいた。ベナイトチってなんだろうな。野生の動物と植物じゃないのかな。ベナイトチと、あ、飛べない鳥だよ。飛べない鳥だよ。野生動物、飛べない鳥がいた。迷い込んだ鶏が怯えて飛んでいった。午後は港で釣りをした。一匹だけ釣れた。しましまのタイみたいな魚が釣れた。夜はスイカをスイカとコンビーフを食べた。今回の動画はね、なんか説明のとこが多くて、全然旅の部分が少ないんですけどね、まあ、旅全体のね、説明をしたいなとここで思うわけですよね。簡単にね。で、今回またね、何動画分まとめて説明するんですけどもね、吉妻の僕の南太平洋、これいらねえな。吉妻の南太平洋旅行、2005年の12月からね、出発したやつでございますね。成田空港から大韓航空を使ってインチョン経由ですね。まあ、韓国が23国目ということになっております。そしてフィジー、南太平洋のフィジー43カ国目に向かって、トンガが44カ国目でございますね。まずはフィジーのビティレブアイランドの中に西部地域、ウェスタンディビジョンの中にバシューという州がありますね。その中にナンディという町があって、ナンディ国際空港があります。まあ、ナンディのね、町でちょっと滞在してから、またナンディ国際空港から飛行機に乗って、フィジーの首都がスバなんですけども、スバナウソリ空港、スバの市内にはなくて、東京の成田空港みたいな感じでね、ナウソリという町にあるんですね。ナウソリという空港に寄港して、飛行機からは降りなかったと思いますね。映像でここがスバですっていうのを言ってたかもしれないですけど、あれはね、トンガですね。多分。ですね。そしてそのまま飛行機が飛んで、トンガですね、トンガ。その前に、スバナウソリ空港はナウソリという町にあるんだけども、ナウソリっていうのが、スバと同じでですね、中央地域フィジー、セントラルディビジョンというところにあります。そこから飛行機に乗って、今度はトンガ。トンガが44カ国目で、トンガラップアイランド。ここの行政区はあんまりよくわかんないんだけども、トンガラップ島の中にあるファーモッツ国際空港に降りましたね。で、ワゴンタクシーみたいなやつに乗って、ヌガロファの市街地を目指して泊まりましたね。そして日曜日とかを過ごして、トンガ国内旅行の計画を立てて、そして最初に向かったのが、船でね、エウア島というところに向かいましたね。船から上陸した町が、オホヌアというところ。そして泊まったところがパンガイというところですね。まあ、この続きはまたね、後で紹介しようかなと思います。